水原くん周りにはもう話したけど借金肩代わりしてくれるよな。大谷無理。水原容疑者にとって最後の望みが断たれたのは、ソウルでの夜だったようだ。ドジャースが3月21日に開幕第2戦タイパドレスを戦った直後、同容疑者はドジャースのクラブハウスで自分はギャンブル依存症だ。多額の借金を大谷翔平に肩代わりしてもらったと説明。だがその深夜にホテルで大谷から問い詰められ、スーパースターの銀行口座から巨額の金を盗んだと白状したという。同容疑者はクラブハウスで話したように、翔平らが僕の借金を肩代わりしたことにしてくれないか?と頼み込んだという。だが、大谷はこれを拒否し、即バレロ代理人に連絡を取ったという。この瞬間、足かせをはめられて法廷に引きずり出されることは確定していたことになる。一平僕たちは家族じゃないのか?大谷、サスペンスドラマなら死人出てるわ。甘えすぎとかいうレベルじゃなくて草。これ結局誰が一番悪いの?外堀埋めようとしてるのがあまりにもカス。ここまでクズ野郎だと長生きしそうだな。ESPN のインタビューでもすでに答えてて後戻りできないと説得材料にしたことがまあ汚いな。これで大谷とドジャースに謝罪したいとかコメントしてるのサイコパスやわ。ただのビジネスパートナーなだけの関係やからな。ご視聴ありがとうございました。